蘭州市は中華人民共和国官縮省の省と、画名を近城といい石油工業が発達している。市域は海抜1600メートルにあり、市内を黄河が東西に流れる。市街地は黄河に沿って20キロメートルにわたって細長く伸び、黄河には12の橋が架けられている。近隣の都市としては約220キロメートル北西の部位170キロメートル西の 精霊などが挙げられる。漢族に次いで海族が多く、他にもドンシャン族、ユグル族、サラール族など白い帽子を被ったイスラム系住民が多い。古くからシルクロードの要衝で、旗の象上王時期に老生軍の地となり、漢に金城群が設置された。このため金城が蘭州の古名となった。隋の海王三年、蘭州が設置されて、現在の名称になった。 清志に、甘宿不正史が駐在した。中華人民共和国成立後、元南満州鉄道の日本人技術者とソ連の援助によって、方形からの鉄道が開通した。五四かつく三県を管轄する。標高約1600メートルの高原地帯に位置するため、冬は乾燥して寒く、夏は涼しい。欠片の気候区分では、ステップ気候に属する。 1>, 1月の平均気温はマイナス5.1度、7月の平均気温は22.5度、年平均気温は9.9度、年降水量は255.7ミ、mm、リメートルである。町を流れる郊外干縮省は中国最大級の石油埋蔵量があり、蘭州は石油生成、石油化学、鉄鋼などの工業都市として発展している。中国重大工業都市の一つである。 ただ、これらの工場が盆地上の高画沿いに立ち並んでいるため、汚染された大気が盆地の底から入れ替わりにくく、大気汚染の町としても知られている。中国西北部を管轄する蘭州軍区司令部、所在地である。蘭州西駅、ありがとうございます。